こんにちは、あかりでーす。メイクをしたまま、ソファーでうたた寝しておりました。ねえ、シャルダ。シャルダ、おはよう。今、夜中でーす。私、いつも夕方ぐらい寝ちゃうんだよね。動画更新した後も一気に眠気が来て、夜中に起きちゃうっていう。メイク、あんま落ちてない。なんか、ちゃんとうち、こうやってまっすぐ気をつけて寝るから。崩れないんだよね、意外と。今日お買い物行って、本当に歩き疲れたんだ。キュウリー。お腹疲れちゃって、眠くなっちゃって。感じなんですけど、どうなりました?行きたいところがあって、すき家のキング牛丼、めっちゃ食べれるかなと思って、この間松屋行ったじゃん。松屋めっちゃ美味しかったんだけど、夜中に食べる松屋。そっからね、夜中に食べるラーメンだったり、牛丼を食べたくなりまして、結構牛丼衝動が出るんですね。キング牛丼に挑戦したいと思って、でもキング牛丼って直接店員さんに言わなきゃいけないらしくて。だからめっちゃリップツヤツヤじゃない?肌もなんかそんな落ちてねえじゃん。今日のメイクめっちゃうち汗かいたんだけどね。ポロポロじゃんね。まだ寝れるんですけど、牛丼食べておでん寝したいと思います。今日も牛丼食べに行きます。牛丼屋さんみたいな帽子かぶります。ディオールだよ。ディオールの帽子だよ。かわいい。キング牛丼ってどうやって注文したらいいですか？キング牛丼。お願いします。めちゃめちゃ人がいて全然喋れなかったんだ。やっぱ私喋れないんだよね、人がいると。みんなは一人の動画と猫にカメラ回してもらってる方が、まあ、うちは会話できてるけど、どっちがみんな好きとかあるかな。これずっとうちが食べてる動画だから、これ動画になるのかなって思ったんだけど、めちゃめちゃ M ちゃんが頑張って編集してくれました。てか死ぬほどでかいんだけど、画面でなんかでかく見えないっていう、なんかちょっと悲しさが私的にありますね。結構他の人の目が、え、あいつめっちゃ食うやんみたいな目してたんで、キング牛丼食べるときは女の子一人だとちょっと恥ずかしいよって感じかもしれませんね。どうやって食べるか分からんな。なんかちょっとよくわかんない容器があって、これ何に使うんだろうみたいな説明もなかったから、合ってるかわかんないっていうかね。ちょっとでもこのキング牛丼箸で食べると崩れてくるんだよね。なんか他の YouTuber さんの動画でキング牛丼食べてるやつは、なんか器が黒い器の人が多かったんですけど、なんか私はこのアポスチロールの器でした。あ、もうなんかこのここら辺 BGM が著作権大丈夫かなみたいな曲流れてて、ちょっともういいやと思って、もう私のただのご飯動画ですけど見てほしい。これいいですね。慣れてた、無理かも。なんかこれ動画にしなかったら、ただ私本当に頑張ってキング牛丼食べてる人になるから、いやもう動画にしたいなと思って動画にしました。なんかごめんね。なんかだからもう応援するとき食べ方とかも気にしてられないっていうか、もうとにかく胃袋に詰め込まなきゃいけないから、私の食べ方やばいんだけど、本当にこれ大食いしてるから許してほしい。これ他のうちが食べれてるの、これ。
味変します。チーズかけます。飲み込んでる。熱いな。オーブンユーチューバーじゃない人もさ、キング牛が食べてるじゃん。すごくない？マジ尊敬するわ。これ結構やばいね。とろろいい。とろろいいです。喉越しがいいです。とろろいいわ。この頑張りね。みんな見てほしい。無理かもな。マジめっちゃ買い物した。店舗に行くってマジ大事。通販で買おうかなと思ってたんだけど、なんか欲しいブランドないなと思って。アラサーでいい感じの値段でいい具合のお洋服あんまなくない？みんなと一緒も嫌だしみたいな。リュウと合わせれるやつ。リュウは私の好きな世界観作ってるからさ、それとはまた違う色味。色味とかもリュウはキーカラーみたいな色味があるから、違う色みたいなのあんま取り入れてないんだけど、そう違う色を取り入れて、なおかつ値段も自分で出せる範囲っていうぐらい。あんま行き過ぎてもサイズがなかったり、かなりお姉様すぎるのも、私はちょっとフェミニンで可愛めも好きだから、ちょっとセクシー、ちょっとエッチな感じのも欲しいし。大きいバッグに入れてたものを小さいバッグに入れるときに財布とかちょっと変えるじゃん。そうするとカードどこやったっけとか、あれみたいな。マジで最近忘れ物なくしたものもあって、どこにあるんだろうと思ってちょっとゾワゾワして見つかんないの。下北沢店来てみたんですけど、おしゃれな学生服が多いですね。下北沢店は夜中でも人が多いんで、人見知り YouTuber にはちょっと厳しいですね。アイスを挟みたい。カレーアイスコープThank you.
ばいやばーやばー、苦しい。かなりきつかったっすね。全然喋れなかった、人がいたから。締めのアイス食べます。こういうアイスとかそういうの挟んだら結構いけるんだけど、同じものをずっと食べるは結構うち苦手分野かも。よいしょよいしょ、かなりの苦手分野。あ、なんで、いただきます。うん、おいしい。クリームブリュレうまっ。牛丼は波でいい、うん、波で十分、波だから美味しく味わえるのだと。選びました。無駄な挑戦はしない。私はやっぱり大食い YouTuber にはならない。悔しい。だってさ、20分とかで完食してる方いたよ、 YouTuber で調べると。ギリギリだな。違うものをちょっとずつちょっとずつ含んでいく方が美味しく食べれるんだ。ああ、満腹満。じゃあゆるゆる動画でした。グッドナイト。